よし、腕立てあと50回。返事は？はい。辛い練習も全てはジェットレースのため。頑張ろう。うん。ねえねえミサちゃん、私最初の頃に比べたら少しは強くなれたかな？うん、かなりの練習をこなしているしね。強くなっていると思う。嬉しいな。私たち二人なら神田川杯も絶対優勝できちゃうよね。本当に神田川杯に出るつもり？もちろんだよ。それが神田川ジェットガールズの目標だもん。私は凛と二人で走っているだけで楽しい。わざわざ大会に出る必要は。ミサちゃんどうしちゃったの？なんだからしくないよ。そりゃ優勝できるかどうかはわからないけど、目標に向けて頑張る方が楽しいよ。何事も挑戦しなきゃ。そうすれば夢に手が届くかもしれないし。目標に向けて頑張る夢、そんな簡単なことじゃないよ。え？ごめん、今日は一人で帰る。あ、ちょっとミサちゃん。これはこれは青石ではござらんか。お一人様とは奇妙きてれつ摩訶不思議でござるな。 What's happened? なんかトラブルでもあったのです？大したことじゃない。悩み事があるなら教えてください。ロンリー、一人で悩むのは日本人の悪い癖です。私の姉は天才レーサーと呼ばれていた。え？千年に一度の逸材と呼ばれ、数々のレースで賞を独占するほどだった。姉のようなジェットレーサーになりたくて毎日毎日努力した。お姉さんが目標だったのですね。目標にするには眩しすぎた。姉は天才だった。私がどんなに努力しても手の届かない存在だったんだ。だから私は一度レースをやめたんだ。努力だけでは超えられないものがあると知ったから。今お姉さんはレースを続けているのですか？いや、レースはやっていない。姉は事故で選手生命を絶たれてしまったんだ。うわっ！ Oh my god！ そんなことがあったのですね。リンは目標に向けて頑張る方が楽しいという。だけどいくら努力したところで私は天才の姉に勝つことはできなかった。今までもこれからも。早くなるための練習はしている。でもそれはジェットレースを楽しむためだ。神田川杯で勝つためのものではない。私はもう頂上を目指すようなことはしたくないんだ。青石、聞いていたのか？ミサちゃんのレースへの思いはそげなもんやったとか？リンに何がわかる？私がどうやって姉を超えるって言うんだ？それは並木だの、葵だの。
悪いが、今はそんな気に。マンダムよ、お互いの気持ちはレッスンすればわかるでござる。厳島公園、緩やかなカーブからの後半の急カーブ、沿道からの応援を力に変えて駆け抜けろ。日暮れ間近とはいえ、ジェットレーサーたちは走り足りないよう、まさに青春、夕日に向かって走れ。マシンの操縦は任せた。3、2、1、スタート。ミサちゃん、このレース絶対勝つからね。気乗りしないところ申し訳ないでござるが、エミリーたちは手加減しないでござるよ。前回のリベンジです。今の二人になら絶対に負けないの。
これは驚きました。思っていた以上の成績。すごい、1位になったよ。やったー、お母さんの走りに近づけたかな。ミサちゃん、どうだった？走ってみて。私は一度ジェットレースをやめた。でも、リンと出会って、レースをして。楽しかった。本当に走ることが楽しかったんだ。でも、神田川杯を目指すならば、楽しいだけじゃダメなんだ。私は知っているんだ。どんなに手を伸ばしても、届かないものがあるって。一人では届かないものも、二人でならきっとつかめる。え？それがジェットレースだよ、ミサちゃん。夢に向かって手を伸ばせば、今の楽しさを失ってしまうかもしれない。失わないよ。私はミサちゃんと一緒ならずっとずっと楽しくレースできるって信じてる。リン、そうだよね。私も同じ気持ち。リンと一緒ならずっと楽しくレースができると思う。今日のことはすまなかった。二人で神田川杯優勝を目指そう。最高に楽しいレースをしよう。うん、もちろんだよ。おお、この展開スポコンアニメで見たことあります。うむうむ、友情でござるな。二人ともありがとう。心配かけちゃってごめんね。ジェニファーたちは何もしてません。二人の絆パワーが勝利したのです。でも神田川杯では絶対に負けないでござる。優勝するのはエミリーたちでござるからな。ジェニファーたちの優勝への思いもあっちっち、ベリーベリーホットだからね。ああ、望むところだ。